では、ここでは年金の種類についてご説明したいと思います。確定年金と生命年金です。確定年金というのは、その人が生存、死亡、その条件に関わらず一定期間支払える年金のことを確定年金というふうに言います。このように年金支払い期間があって、途中でもし年金を受け取る人が亡くなった場合でも、ずっと例えばその人の遺族に支払われると。このような年金のことを確定年金というふうに言います。一方、生命年金の方というのは、生存条件に一定期間支払える年金。なので、年金の支払い期間があって、もし途中で亡くなった場合というのは、それ以降は支払われないと。このような年金のことを生命年金というふうに言います。では、また年金の種類で、期払い年金と期末払い年金。期払いというのは、このように一定間隔、1年間という間隔があったときに、その1年間の最初に年金が支払われるもの。これを期払いというふうに言います。一方、期末払いというのは、この一定間隔の終わりに払われるもの。これを期末払いというふうに言います。で、ここでは年金収加というものは出てきます。これは、まず最初に毎年1を、期首に支払う N 年確定年金の収加。これを考えてみましょう。このように N 年間があって、各、年度の最初に1が支払われる年金。これの収加。なので、一番最後の、元利合計。これを考えるわけです。最初に受け取った1という年金の収加は1プラス i の n 乗。2回目に受け取った1という年金の収加は1プラス i の n マイナス1乗。これを繰り返していくわけです。そうすると、一番最後に受け取る1という年金は、1年分の利息がつくわけです。このように N 年確定年金の収加というのは S を使って、で、この上にこのちょんちょんという記号をつけます。これは期首払いと、期首払いの年金で、 N の括弧、これは N 年の確定年金という意味を表します。これで N 年確定年金の期首払いの収加というふうに、これを意味します。そうすると、これら全部足したもの、1年目の年金の収加、2年目の年金の収加、で、最後に N 年目の年金の収加と、これらの和で表すことができます。そうすると、これは等比数列の和になりますので、このように等比数列の和を使って表すことができます。そうすると、右側のところですね、赤い文字で作ったところ、スモール i 分の1プラススモール i というのは、これはスモール d で表されますので、このような式で、この N 年確定年金の収加を表すことができます。では、次に N 年確定年金期末払いの場合の年金の収加を考えてみたいと思います。このように N 年間になって、1年目の最後に1をもらえる。で、これの収加というのは1プラス i の n マイナス1乗。同様に次にもらえるものが1プラス i の n マイナス2乗。で、ラストの1回前ですね。これは1年分利息がついて、一番最後は利息がつかない。そうする場合に、この年金の収加、n 年確定年金の期末払い、先ほどちょんちょんが期首払いの時ついてましたが、それはつかない。その場合の収加というのは、このような記号で表されます。これはこのような等比数列の和で表すことができるわけです。あとは等比数列の和の公式に基づいて計算をすると、このような形で表すことができます。では、次に年金原価です。同様にして N 年確定年金の原価、これ期首払いの場合で考えてみますと、一番最後にもらう年金というのはここにあります。で、年金減価なので、現在の価値に戻す。
今の価値に戻すと、このように1プラス i の n マイナス1乗分の1、すなわち1プラス i 分の1がスモール v なんで、このような式で表されます。ここでもらう年金というのは v の2乗。ここでもらう年金というのは v。で、一番最初にもらう年金というのは、ここの原価というのは変わらず1。で、ここでこの N 年確定年金の原価は今度はスモール a を使って、起死払いのこのちょんちょんをつけて、で、同じように N 年確定年金、この記号を使います。そうすると、このような統一数列の和で表すことができます。そうすると、あとは統一数列の和の公式を使います。分母の 1-v というのは、これは割引率 d の定義ですので、このように d を使って表すことができます。同様に、期末払いですね。期末払いの場合は1年ずれる。一番最後にもらう年金というのはここ。で、これの原価は v の n 乗。その前にもらう年金は v の n-1 乗。2回目にもらう年金は v の2乗。最初にもらう年金は v。このような形で表されますので、この n 年確定年金の原価。原価なので、スモール a を使って、期末払いの場合には先ほどのちょんちょんというのをつけないで、n 年確定年金のこのマークですね。そうすると、このように v から v の n 乗までの和という形で表されます。あとは、統一数列の和の公式を使って表してあげるということです。そうすると、また同じようにして分母は、スモール d というふうになります。あとは、スモール d というのは、1マイナススモール v なので、1プラス i 分の i という形になって、この分子のスモール v のところは1プラス i 分の1ということで、これが約分できるということで、i 分の1マイナス v の n 乗という形で表すことができます。先ほど確定年金の原価と収価についてご説明しましたが、ここでは年金収価の相互関係についてご説明したいと思います。このように、起死払いの N 年確定年金の収価は、このような式で表すことができました。同様に、期末払いの N 年確定年金の収価は、このような式で表されました。この時に、N 年確定年金の起死払いの収価というのは、期末払いの収価に1プラス i 倍したものということになることがわかると思います。また、この N 年の起死払いの確定年金の収価、この式に対して一番最後に1とマイナス1をそれぞれ加えてあげると。そうすると、この部分が期末払いの N プラス1年の確定年金の収価になると。そうしますと、このように N プラス1年の期末払いの収価、マイナス1というふうに表されます。同様に、期末払いの式を途中で区切ると、その部分というのは、起死払いの N-1 年の確定年金収価というふうになりますので、N-1 年の確定年金の収価プラス1という形で表されます。次に、各年金原価の相互関係ですけれども、起死払いはこのような式。期末払いはこのような式。で表されましたので、起死払いというのは、期末払い。これの1プラス i 倍であることがわかります。先ほどの年金収価と同じようにして、このように1とマイナス1を加えてあげると、期末払いの確定年金原価ですね。これの最初と最後に1とマイナス1を加えてあげると、最初の方が起死払いの n プラス1年の確定年金原価になるわけです。よって、このような式、n プラス1年の起死払いの確定年金原価マイナス1という形で表すことができます。同様に、起死払いの確定年金原価、これの、後ろの方だけ見てあげると、これは期末払いの n マイナス1年の確定年金原価になると。よって、このように n マイナス1年の期末払いの確定年金原価プラス1という形で表すことができます。
では、ここでは年金収加と年金減価の関係についてご説明したいと思います。期末払いの年金収加はこのような式。期末払いの年金収加はこのような式。同様に、期末払いの年金減価、期末払いの年金減価。よって、期末払いの年金収加に V の N 乗をかけたもの。というのは、ここで、V の N 乗かける1プラス i の N 乗っていうのは、これ逆数ですので1になると。で、V の N 乗かける1プラス i の N マイナス1乗は V が1個余るので V になると。なので、これら、展開していくとこのような式になりますので、これは期末払いの確定年金減価になるわけです。この式ですね。同様にして V の N 乗かける期末払いの N 年確定年金収加。そうすると、これを展開していくと、同様にして、これかけるこれが V が1個余る。これかけるこれが V が2個余るという形になるので、これは N 年、期末払いの N 年確定年金減価の式になるということを確認することができます。ここでは、据え置き年金と即時年金についてご説明したいと思います。据え置き年金というのは、一定の期間を置いて支払いを始める年金。この据え置き期間のところは、年金が支払われず、年金支払い期間で年金が支払われるもの。これを据え置き年金というふうに言います。一方、即時年金というのは、この据え置き期間がないものですね。すぐにこのように年金を支払うもの。これを即時年金というふうに言います。では、この据え置き年金の年金減価を考えてみましょう。まずは、期末払いですね。据え置き期間が F 年間。で、年金支払い期間が N 年間と。この確定年金、これの減価を考えてみましょう。期末払いなので、一番最後に払われる年金というのはここにあります。この年金の減価というのは、V の F プラス N マイナス1乗という形で表すことができます。ここの年金が V の F プラス2乗、ここの年金が V の F プラス1乗、ここの年金が V の F 乗と、このように N 年間の年金の減価をそれぞれ表すことができて、で、F 年間据え置きありますので、減価はそれぞれこのような形になって、この時に確定年金減価は先ほどと同じように、減価というのはスモール a を使って、期末払いの上にちょんちょんをつけて、N 年確定年金。で、今後これ共通なんですけども、据え置き期間がある場合は、左側に縦棒を引いてスモール F、据え置き期間を置きます。で、あとはそれぞれの年金の減価。これを足していけばよいわけです。そうすると V の F 乗でくくり出すことができます。括弧の中は、これ、期末払いの N 年確定年金減価になっていますので、このような式で表されるということです。これを別の方法で表しますと、このようにして、一旦は、この N 年、据え置き期間付きの N 年確定年金、ここも年金が支払われるというふうに考えると、全体の確定年金の減価というのはこのような形で表されます。そのうち、この薄い部分ですね。実際にはここは支払われないので、この部分の確定年金減価を引いてあげようと。このような求め方もできるわけです。そうすると、このように、F プラス N 年の期末払いの確定年金減価から F 年の確定年金減価を引くと。このような表し方もできるわけです。では次に、期末払いの減価を考えてみましょう。同じようにして、据え置き期間があって、一番最後に支払われる年金はここなので、これを現在の価値に戻すと、V の F プラス N 乗というふうになります。次が、V の F プラス N マイナス1乗。これを繰り返していくと、2番目に支払われる年金の減価は、V の F プラス2乗。次が V の F プラス1乗。これらの和がこの据え置き年金、期末払いの確定年金減価になるわけです。記号ではこのような形。
先ほどと基本的に同じで期末払いなので上のちょんちょんがなくなっているわけです。で、ここの各年金の原価の和が確定年金原価になるわけです。同様に V の F 上でくくることはできますので、で、括弧の中は期末払いの N 年の確定年金原価になると。よってこのような式で表すことはできます。で、同じようにしてこの所有期間も年金が支払われるというふうに考えると、最初から最後までの年金確定、年金原価の和から実際には支払われない部分を引いてあげれば、この据え置き期間月の年金の原価を求めることができるわけです。そうすると、期始払いと同様に、全体の期末払いの確定年金から、原価から、この据え置き期間の確定年金の原価を引いてあげるという形で表すことができます。次は永久年金原価についてご説明したいと思います。永久年金というのは、確定年金の支払い期間 N、これを無限大としたものと、ずっと払い続ける年金ですね。で、これについて、原価を考えてみたいと思います。N 年の確定年金原価というのは、期始払いと期末払いはこのような形で表されました。なので、永久年金原価というのは、これを N を無限大に持っていけば良いわけです。そうすると、期始払いの永久年金原価というのは、この V というのは1未満になりますので、この部分が消えてしまう。よって D 分の1。同様に、期末払いの方もこの V の N 乗が消えてしまうので、I 分の1というふうになります。V というのは1プラス I 分の1で、0から1の間に来ると。ということなので、理論的にこのような年金の年金原価というものを考えることができるわけです。